まあ、今モノ派というふうに出ましたので、一体モノ派がどういう考えでモノを扱ったかということをちょっと話をします。やっぱり基本的にはモノは対象ではない。つまりそれまでは何かやるときには対象化っていうことが非常に重要な要素でしたが、モノ派に関してはモノを対象化しないと、つまりモノを対象化しないということは、それまで物質として、つまり材料として扱っていたものを材料としては扱わないということを考えたわけです。ですから材料として、素材として扱わないということは、単にそこにあるものというふうに考えられます。人間の周りにあるもの全てが、まあ、ある種のそれぞれの存在を持ってて、まあ、その存在同士が一つの世界観を形成していると。まあ、基本的にはアートをやる場合のもの、それから普通に日常的にあるものというふうに考えれば、まあ、普通で制作の素材として使おうというふうになると、どうしてもそれは、まあ、普通の存在的な存在物じゃなくて、特殊な要素がそこについてくるわけです。ところがその特殊な要素ってよく考えると、人間のこうイマジネーションとか、創作意識とか、そういうものにある意味では、スポイルされて、あり得るもんだという考えが、つまり概念化されてくるんですよね、普通のものが。だからその概念化っていうのは、当時のモノ派の考え方としたら、 僕は特にそういうことは避けないといけないと。概念化、それからやたらな認識色をそこで用いることはないんだという考えを持っていました。で、当時モノ派において僕は特に、そこにあるものというふうな認識、モノはそこにあるというそれだけの認識で僕はモノを見ていた状態です。で、まあ僕の周りにはそれほどたくさんのものがあるわけじゃないけども、少なくとも僕が生活をしていく上では困らないくらいのものが周りにあって、それが全て僕のいろんな思考性に結びついて、それからある意識に結びついて、まあ、存在してるわけです。だからそういう最初の自分が意識したものがおそらくは自分にとっては一番重要であろうと思います。アルテ・ポーベラ、ちょうど僕がモノ派にだんだん首を突っ込んでる頃に日本にいろいろ紹介されまして、でたくさん 本も写真も見ました。それで、あ、こんな、その時はね、どういう印象かっていうとね、つまりアートってという感じじゃなかったんですね。確かにアートとして日本の中にその紹介されてきましたけど、本当にこれアートとして成立してるんだろうかというふうなことはもう即座に分かるぐらいのへんてこりなもんだったんです。それで、まあ、イタリアってのは時々変なことするなと思ってたんですよ。でも僕はその時非常にこうアナーキーな感じでおりましたから、いや、もうアートをなんていう、そんな収まったようなことをするよりも、つまり表現として何をするかっていうことが重要でしょうと。つまり表現とは生きるための方法手段ですよ。何もしない、ただ提示するという、そのことは僕にとってはものすごく
安心のおけることだったんですね。それでまあこれは一体どういう考えでやってるんだろうというふとずっと考えながらですね、まあ僕も当時はもう西洋的なものの発想あるいは芸術的な意識みたいなある種頓挫して、でそう他の要素っていうのはなかなか入れなかった、そういうところにアルテ・ポーヴェラがあったわけだ。アルテ・ポーヴェラのようなこう、アートとしてその素材的にもあり方としてもあまりこう請求にですねこうしろああしろっていうような内容ではなくて、そこにあり得るまあものとしてあり得るならあっていいじゃないのというふうな意識を持ったものがですね、ざっと提示されてきた。これはやっぱり人間のある一面の今まで忘れていたあの存在界の一つの提示であろうと僕は思ったわけです。ですからある時にふと物がそこにあるとしたら、それは人間が荒らしめたものじゃなくて、また物がたまたまそこにあるっていうだけに過ぎないけども、しかしそれはそのものとしてそこにあるんだというふうなことをちゃんと認識できるかどうか重要なことだったんですね。で、アルテ・ポーヴェラとモノハのあり方の違いは、アルテ・ポーヴェラはどうしても僕が感じるにはやっぱり内在的なものなんです。アートの中にアートをやっぱり考えながらああいうものが出てきた。ところがモノハってのはアートを考えないでかつ外在的にあるものなんです。だからそこに非常に大きな開きがあって、まあアルテ・ポーヴェラが一つだんだん弱くなったのは、つまりアートとして面白くない側面が出たわけだ。つまりコンセプトが成立しないような状況が出てきた。そうなるとどうしても弱いわけですね、構造的に。とはモノハはそういうことを考えて、構造化もへったくれもない、モノが何であるかってその一点から来てるわけ、つまりモノの存在性から来てるわけですから、モノ普通言ってモノの存在性を否定はできないわけです。違うふうには考えるけども、そのモノをあるいはそのモノがあるそれ自体をですね否定しえないわけです。ですからそれはどこまで行っても同じレベルの問題としてずっとあるということがモノハのあり方の一つの良さでしょうか、はい、最初はねイベントとかそういう一つの出来事っていう意味で、やられていたんですけど、しかしどうもそれは違うなっていうふうに考え出して、じゃあこれ自分で命名した方がいいだろうということでアクティベーションしたんですけど、やはり物ってのは一定のところにじーっとこういるわけじゃなくて常に動いてるわけですよ。時間と空間をもう1秒もじっとしてないわけですね。そういうじっとしてないものをこれやっぱりじっとしてないように捉えるしかないだろうということを考えたんです。ですから動いてるものを停止してるようにというのはこれはもうおそらく無理な話なんですね。動いてるものを動いてるようにその認めながらですね、でそれが一体どういうふうなリアルな状況を持ってるのかで、一瞬一瞬状況が違ってくるわけです、ものによって。アクティベートってのはそういう意味でのものがこういうもう瞬間的に移動しながら変化していくことを捉えようという考え方から来てるんですが、そういうことによってまあそこに入り込んだ人間さえも自分の思考が一瞬一瞬変わっていくっていうこともやっぱり認識の対象になってくる。
まさに巨大な空間ですね。でも巨大といえどもちゃんと屋根があって壁があってという意味で言うと、まあ内側の空間なわけですから、そういう認識からすると、あそこにこれがあって あっちにはこれがあるという計算はちゃんとすぐできるわけですよ。でもまあここだけ大きいとなると、理屈じゃなくて物の大きさ、あるいは空間の大きさっていうのはどういうふうにして成立してるのかなと思いますよね、ふと。これガランドってわけじゃないですから、仮にガランドにしても、これこのガランドのリアルさっていうのはあるんですよね。だからその意味で言うと、非常に僕はここは僕にとって使いやすいです。もう自由にこう飛べるような感じがしています。とてもいいと思ってます、ね、あまりまでちょっと狭すぎたからな、僕の考えでは。僕がやったところは、だからここはもうめちゃめちゃでかい感じがして、全然こう突っかえた感じがしないんだよ、うん、手足伸ばしてあっとこうなった感じと同じです。やっぱりここだったらもう先が生きるんでしょうね。満足しています。